まあ一旦雷光が普通に強くて、一旦雷光が強いですと。雷光が普通に強くて雷光が強いです。エンドでよくね、一旦ね。あ、ランボルギーニかあれ。ランボルギーニライズ・オブ・ケンってこと。愚かな埋葬オベリスクを死者蘇生で蘇らせてくる感情的かあいつ。何エクトプラズマデスマッチャーじゃねえかあいつ。オベリスク飛ばしてくるぞあいつが多分。いやマジかよ、オベリスク飛ばしてくる。じゃあ俺も、お前が飛ばしてくるなら俺も飛ばすからな。いや待って、これもう普通に俺オベリスク出せんじゃね次のターン。いやでも墓地にいねえなモンスターが。ライコをひっくり返して、ライコをひっくり返してオベリスクだな。そしたらもう無理やりそれで墓地にモンスターはきっと落ちるはず。いける、この戦いいける。おいデスマッチの、うわサンダーボルトきちー待ってくれー。いやさすがは剣、さすがは剣だよ。まあまあいい。じゃあちょっとプランを変えるまでだ。あ待って、窓雑貨商人さん、窓雑貨商人さん、これちょっともう一気にカオスネクロマンサーの火力を上げる方針でいこう。グリッターが勝手にあいつ殴ってしまいすかあいつ殴って射出してくる気が。己クリッターでもまあまあまあいいよ、エクトプラズマは一回受けよう。ダメージレースで負ける、いやそんなことはないだろ。あいつ一生発射してくる気が。いやそう簡単に、あ待って、何をサンダーボルト使い回されるのダリーナだるすぎー。いやオベリスクの効果とかで手札抹殺するしかないか一旦。あ、光学迷彩アーマーさん、これカオスネクロマンサーにつけたら多分最強になれる。一回手札抹殺しとかないとやべえぞあれ。これはセットしとこう。手札抹殺おいおい、サンダーボルト使い回そうったってそうはいかないぜ。羽ぼうき持ってくれ、助かる。アライグマ助かる。オベリスクさんが蘇生、一旦蘇生できる構えに入った。よし、でこれでこっちもクリッター発射するからな、てめえこの野郎そっちがその気ならこっちも徹底的に戦うからな。わしも徹底的に戦う。光学迷彩アーマー1キル、何エクソプラズマ2枚目だと2体発射できるってことあいつどうなってんだデスマッチャーあのイカレデスマッチャー一体どうなってやがる。あいつ怖えよ。うわー、ピエールさんが剣が来たなキラードールだ。待って、あれいつらの効果一回読んどこう。リバース、このカードが墓地へ、リバースしたこのカードが墓地へ送られた時、お互いのプレイはそれぞれ自陣の墓地のモンスターを選択し、表側表示または裏側守備表示で特殊召喚する。オベリスクもいけんのこれ、裏守備永続魔法の効果によって墓地へ送られた場合、墓地から特殊召喚する。やばい、永続だ永遠のキラードールさんだ。まあそこは謎雑貨商人さんに全部落としてもらおう。火力消去かや火力消去かや黙らねえぜいやお前俺あんまり超えなかったが、まあ、死者蘇生があるから強いっちゃ強いか。うわー、まあここ殴られていいのか微妙。1600以上の方、お客様の中にカオスネクロマンサーの火力がまだゴミ、いやそんなことはない、かけ300だもんな。強いんじゃね。1234567 8、余裕ここ耐えで耐えましょう。カオスネクロマンサーさんもう進歩に強いんすよあなた。この壁で、うわ強いこれは止まるよなだからお前射出してくるんだろこのデスマッチャーめ。お前射出するのはいいけどよ、壁なくなっちまったらお前本当に大丈夫なのかお前。それで壁をなくしちまってもよ。オベリスクいけるオベリスクいけるってこれオベリスクいけんのお前オベリスクいけ、あいつもオベリスクじゃねえかお、やべえやべえ、向こうもオベリスクじゃねえか。くしくも同じ構えやばい、オベリスクの効果で一回あいつらどかさないとまずいか。ちょっと待って、え、これ今伏せたオベリスクもそれは無理ですよね。やばい、あれまあでも、いや、きつオベリスクの巨神兵効果でどかすしかねえか。いやでもこいつ死ぬんだよなこいつだるだるいな、あのオベリスクの巨神兵とかいうカード。ちょっと考えないと死ぬ、あかん、このままじゃ死ぬ。向こうの墓地も一回見てみよう。あー、キラードールくん帰ってくる前に死者蘇生とかで奪ったら、これ一旦で決めないとオベリスクが多分帰ってしまわれる一体どうすれば。もうカウスネクロマンサー犠牲にするしかないなオベリスク蘇れ。あ、でもこの効果使うと殴れないんだよなまあ今そんなこと言ってる場合じゃないか一体どうしたらいい。いやー、でもいや俺も男デスマッチャー男を見せろいやこれクリッターだったな今召喚する方。もう一回綺麗に、いやでもすまん迷うねこれもうクソでもこれ、いや俺は、いやこれでも結局オベリスクの効果使うと俺の場も綺麗になっちゃうんだよな。まあ、そこで死者蘇生か。いい、こことここ2体生贄でオベリスク取っとこう。で死者蘇生だ、もうこれでいこうこれでいくしかない。ネクロマンサー蘇らせる。でオベリスクこのターン殴れないだ。これやるんだったらクリッターだったんだよな、間違えちゃったんだよな。まあちょっと殴りに行きますよ。じゃあでオベリスク殴れないから24くれてやる。でエンドフェーズ時に勝手に発動してくれるよねこれ。エンドフェーズに持ってく。ちょっと自分オベリスク射出したいっす先輩好きっすよし射出、エクトプラズマの効果を発動。あ、待って、これ強制効果、あ、これ強制なのか。ちょっと待って。あ、これ強制なのか。絶対死ぬのか、これ。まあ、勘違いしてた。これ絶対なのか。あれ待って、ダメージ飛ばなくね？あ、元々の攻撃力の、え、ちょっと待って。元々の攻撃力ゼロじゃん、こいつ。おい、マジか、強制かよ。こいつ。マジかよ。やべえ、じゃあ俺が結構不利になっちゃうな。もともとの火力やん。そうゼロじゃん、もともとの火力。やばい、やばい、シンプルにやばい。くそ、やめろ、エクトプラズマ強え。あれが2体飛んでくるってことだろ。やばい、なんというコンボ。剣まだいけんこれがお前のデスマッチとコンボ。手札断殺で引いてくるしかないぞ。何か回復、やばい、650は次のデスマッチで死ぬ。ハーピーの羽ぼうき、ハーピーの羽ぼうきを引いてくるしかないハーピーの羽ぼうきです。ハーピーの羽ぼうき引くしかねえ。あ、じゃああいつの手札がないやばい、クソ沼った。クソークソー間違えた、効果使いたかった。もうめちゃくちゃ沼っためちゃくちゃ沼った。これ動揺が隠せない。もういいだろう、お前の勝ちだ。めちゃくちゃ沼ったブレイク。そっけん、お前の勝ちだ、このデスマッチは。帰ってくるよね。でもこれ殴られなくても終わりなんだよな。まあ、これはしゃあない。けん、お前の勝ちだ。俺がエクトプラズマの効果関係してたの。いや、やられた、見事だけん。今回は負けを認めてやる。だから次は俺はデスマッチだ。次は必ずお前に勝つ。覚えておくがいい。